ことが僕の持ち味でもあるんで、うん、そこはだからこだわりを持ってます。普通できんもんだって30分とかさ、あのそういったやつでさフルテロップ入れられた時はさもうこれ真似できんと思う。しんどいよねめっちゃしんどいっすよね、あれは多分全部やるっていうのは。さっきもさ、お外で小倉さんやってる時にさ、一人だけ、はい、あの小屋の中で、冷房の効かない小屋の中で一人だけ、そんなレベルで僕らやってますね、本当に。動画1本撮りましたって、1時間のファイルをカットマンに渡すんですよね。で、それがまあ30分になりました。だったら30分のやつを7個ぐらいに分けるんですよ。はい、それを一つ一つ配るんですよ。バーって。マジ工場やもん、それ。で、それで配って、全員がバーってやるんですね。で、それを集めるんですよ。集めたやつが、一回ちょっとチェックするんですよ。で、チェックして、次効果音をつけるんですね。ちょっと俺そんな編集も聞いたことないからね。えんぞそれ。いやウームでもえんぞそれは聞いたことない。逆にそれぐらいしないと僕のチャンネル回らないですよ。何その工場、本当に工場だね。確かにあの30分の動画フルテロップ一人でやるにはさ飽きてくるもんね。心の病になるよね絶対、はい、それいい勉強になったな。工場光るやね本当に、はい、でも安定感はすごいですよ。だから1人2人休んでも関係ないんですよ別に、うん、めちゃめちゃいい話やんこれ。いやめちゃめちゃいいわそれ。やっぱ YouTube の奴隷になっちゃったら、うん、本当にそれこそ何のためにやってるんだってなっちゃうんじゃないですか、うん、そうですね。君にプライベートあんの？ないっす